宝十字合戦。印方に総来ける近江の神中かぬ、その姓五十騎ばかりで、宝十字殿の西の門を固めて防ぐところに、近江源氏山本の患者義高馳せきたり、いかにおのおのは誰をかばわんとて戦をばしたまうぞ。五行も行合も他所へなりぬとこそ受けたまわれ。と申せば、さらばとて敵の大勢の中へおめいて駆け入り、散々に戦い、駆け破ってぞ通りける。収拾八騎に打ちなさる。八騎がうちに河内の草加藤加賀坊という奉仕武者ありけり、白足毛なる馬の極めて口小脇にぞ乗ったりける。この馬があまり冷やいで乗りたまるべしとも覚えそうらわず。と申しければクランド、いでさらば我が馬に乗り換えよ。とて、くりげなる馬の下を白いに乗り換えて、根のいの小屋田が200騎ばかりで支えたる河原坂の姓の中へおめいて駆け入り、そこにて八騎が五騎は打たれぬ。ただ収拾三騎にぞなりに蹴る。加賀坊は我が馬の悲哀なりとて衆の馬に乗り換えたれども、そこにてついに打たれに蹴り。ゲンクランドの家の子に信濃の次郎クランド中よりというものあり、敵に押し隔てられてクランドの行方を知らず、くりげなる馬の下を白いが走りいでたるを見て下人を呼び、ここなる馬は現クランドの馬とこそ見れ、はや打たれけるにこそ、死なば一緒で死なむとこそちぎりしに、ところどころで打たれんことこそ悲しけれ、どの姓の中へかいると見つる。河原坂の姓の中へこそ駆け入らせたまい総来つるなれ、やがてあの姓の中より御馬もいできて候。と申しければ、さらば何時はとうとうこれより帰れ。とて最後のありさま故郷へ言いつかわし、ただ一騎敵の中へ駆け入り、大音声をあげて名乗りけるは、厚みの親王より九代の後院、信濃の神中重が次男、信濃の次郎クランド中より少年27歳、我と思わん人々は寄り合えや。
玄山線。とて、たてさま、よこさま、くもで、十文字に、かけわりかけまわり、たたかいけるが、かたきあまた打ちとって、ついに、打ち死にしてんげり。クランド、これをば、夢にも知らず、兄の河内の神、労働一期打ちぐして、秋秋三期、南を指して落ちゆくほどに、摂政殿の都をば戦に恐れて、宇治へ居室なりけるに、小畑山にて、おっつき立てまつる。木曽が与党かとおぼしめし、御車をとどめて。何者ぞと御尋ねあれば。中かぬ、中のぶ。と名乗り申す。子はいかに、北国の京都か何度おぼしめしたれば、神廟に参りたり、地庫を総来て、守護つかまつれ。と仰せければ、かしこまって受けたまわり、宇治の府家殿まで送り参らせて、やがてこの人どもは、河内へぞ落ちゆきける。あくる20日の日、木曽様の神、六条河原にうったって、昨日切るところの首どもかけ並べて知るいたりければ634人なり。その中に、命運大僧正、寺の長理、円慶発心王の御首もかからせたまいたり、これを見る人、涙を流さずということなし。木曽、そのせい七千余き、馬の鼻を品菓子へ向け、天も響き、大事も揺るぐほどに、時よぞ、三画度作りける。教授、また騒ぎあえり。ただし、これは、喜びの時とぞ聞こえし。こ、小納言入道、新世の子息、最小長則、法王の渡らせたまう、五条代理に参って。これは、君にそうすべきことがあるぞ。開けて通せ。とのたまえども、武士ども、許したてまつらず、力及ばで、ある小屋に立ち入り、にわかに髪そり下ろし、法師になり、墨染めの衣袴着て、この上は何か苦しかるべき、入れよ。とのたまえば、その時、許したてまつる。御前へ参って、今度打たれたまえる、宗との人々のことども、つぶさに相問しければ、法王、御涙を、はらはらと流させたまいて、命運は、
非業の死にすべきものとは、おぼし召さざりつるものを。今度はただ、我がいかにもなるべかりける御命に、変わりけるにこそ。とて、御涙、咳やえさせたまわず、